一方地球、平和な時間を過ごしていたご飯だったが、ピッコロに呼び出され久しぶりの修行に汗を流していた。よし休憩だ。久しぶりだな、こんなに体を動かしたのは。ずいぶんとたるんでるようだな。少し平和になったからといって怠けすぎだ。すみません、そろそろ勉強の方もやらなきゃダメだって、傘がうるさくて。勉強やろうと何をやろうと勝手だが、鍛錬だけはおろそかにするんじゃないぞ。そうですね、今度からトレーニングの時間も入れておこうかな。休憩が終わったら続きをやるぞ。今度は先ほど甘くは。なんだこの気は。何か邪悪な気が近づいてくる。これって、はあ、このバカでかい気は覚えがある。やつだ。ご飯たちが気づいた巨大な木、それはフリーザとその一味のものだった。そう、ついにフリーザたちが地球に到着したのである。この時をどれほど待ったことか。とはいえ孫悟空が現れるまで暇ですね。皆さん少し遊んでくるといいでしょう。地球に到着したフリーザたち、それを察知したのはご飯とピッコロだけではなかった。クリリンや天津飯らの戦士たちもすぐに異変に気づき、ご飯たちと合流を果たしていた。多くの木が散らばり始めた。奴ら動き始めたようだな。え、僕たちも行きましょう。ああ、だが数が多い。ここは手分けして敵を倒しながら進むぞ。わかりました。行きましょう。奴らは大きくパワーアップしている。気を抜くなよ。はい。かくしてフリーザ軍との戦いは始まった。かなりの気を持っている奴も嫌がる。放っておくわけにはいくまい。よ、行くぞ。決めたり力を出し尽くせ。
すぐに片付けてやる。魔漢考察歯応えのある奴らだな。倒せんことはないな。俺様に挑むとはいい度胸だ。バカ、自ら死を選ぶとは。すぐに片付けてやる。魔漢考察なめくせのような真似はさせん。なんだと？よし。